ベラルーシで新たな弾圧の波、ウクライナ侵攻を受け、欧州安保協力機構 OSCE は11日、ロシアのウクライナ侵攻を受け、ベラルーシで新たな弾圧の波が起きているとする報告書を公表した。 AFP が確認した報告書によると、先月時点で少なくとも1486人が政治的動機に基づき拘束されている。報告書は、弾圧は特に戦争反対やウクライナ支持を表明する人々に対して行われている、新たな弾圧の波が起きていると指摘している。2022年2月のウクライナ侵攻開始後の数日間で約1500人が侵攻に抗議して逮捕された。 SNS に反戦タグを投稿しただけで起訴されたケースもある。どんな容疑での逮捕事例なんでしょうかね。これだけ読むと、私個人はある意味妥当かなという印象を持ってしまいます。ルカシェンコの方針が気に食わないという理由で、爆弾で線路を破壊したり、信号機を壊したり、誰がどう見たって普通に違法行為も増えていますから、今から10年ぐらい前の白紙革命の時には、民主派と呼ばれる人たちは平和的なデモをしていて、明らかにおかしな逮捕がものすごく多かったですが、最近主導的な立場にあったシュシュキエビッチさんがコロナで亡くなってからというもの、過激化の一途をたどっています。ゼレンスキーが重要な戦闘が間もなく始まると宣言した反転攻勢で、ウクライナがロシアに勝利する方法。ゼレンスキー大統領は4月30日、重要な戦闘が間もなく始まると述べ、大規模な反転攻勢が近いことを示唆した。来るべき反転攻勢は、今回の戦争の行方を決定づける重要なものになるだろう。果たして、ウクライナ軍は、ロシア軍に勝つことができるのだろうか。勝つことができるとしたら、どんな方法があるのだろうか。これまでの戦局を整理すると、まず、今日までの流れを簡単に振り返ってみよう。プーチンは1月、ロシア軍のトップ、ゲラシモフ参謀総長を、ウクライナ特別軍事作戦の総司令官に任命した。ゲラシモフはロシアのハイブリッド戦略を考案した世界的に有名な戦略家だ。プーチンは、ゲラシモフに3月中にルガンスク州、ドネツク州を完全制圧しろと命じた。そしてロシア軍は2月半ば、大規模な攻勢を開始。当初かなり優勢に戦いを行っていることが報じられていた。 NATO のストルテンベルグ事務総長は3月8日、ウクライナ東部ドネツク州の要衝バフムトが今後数日中にロシア軍によって陥落する可能性があると語っていた。しかし、ロシア軍は結局、バフムトを越えて次に進むことができなかった。バフムトのほとんどを支配しているが、完全制圧には至っていないのだ。結局、ゲラシモフは、プーチンから与えられた3月中にドネツク州、ルガンスク州を完全制圧するというミッションを完遂できなかった。なぜ、猛攻を続けていたロシア軍の勢いは止まったのか。原因は、武器弾薬不足だ。イギリス国防省は5日、ウクライナ侵攻を続けるロシアの予備役が弾薬不足のためにシャベルを使って接近戦を行っている可能性が高いとの見方を示した。英国防省の最新のアップデートによると、ロシアの予備役が2月下旬、銃器とシャベルのみで武装してウクライナの陣地を攻撃するよう命じられたと述べたという BBC ニュースジャパン3月6日。それでプーチンは3月20日、モスクワで習近平と会談した際、武器弾薬を送ってくれと哀願した。ところが、日本と欧米から経済制裁されたくない習近平は、これを拒否した。この会談について、筆者は4月3日付の現代ビジネス記事、プーチンは、同志、習近平に勝利の可能性を潰された。ウクライナの反転攻勢で、大きな戦い第2幕が始まろうとしている、で触れている。武器弾薬が不足していること、習近平がプーチンの要求を拒否したことは、バフムトで戦うロシアの民間軍事会社ワグネルのトッププリゴジンの発言からもわかる。プリゴジンは5月5日激高した様子で、ショイグ、ゲラシモフ、弾薬はどこにあるんだと叫ぶ動画を投稿している。
以下の動画、ANN ニュースチャンネルの1分頃からプリゴジンの発言を見ることができる。プーチンが習近平に会った3月から現在に至るまで、武器弾薬不足は解消されていない。そのため、バフムト以外でロシア軍の動きは事実上止まっている。そしてプリゴジンも弾薬を受け取れなければ撤退すると軍上層部を脅している状態なのだ。ウクライナがロシアに勝利する方法。ロシア軍の動きが3月末武器弾薬不足で鈍ってきた。一方ウクライナには西側からの武器が続々と届き始めている。ウクライナのレズニコー国防相は27日英国の主力戦車や欧米諸国の装甲車の第一陣を受け取ったと明らかにした。レズニコー氏はフェイスブックへの投稿で、空挺部隊の司令官らとともに飛行部隊に新たに加わった兵器の試験を行う栄誉を得たと報告した。レズニコー氏によれば、英国から主力戦車チャレンジャーを受け取ったほか、米国からは装甲車のストライカーとクーガー、ドイツからは歩兵戦闘車マルダーの供与を受けた。レズニコー氏は各国からの支援の継続に謝意を示した。ドイツのショルツ首相は主力戦車レオパルト2をウクライナに引き渡したことを明らかにした。 CNN COJP 3月28日。そしてゼレンスキーは4月30日重要な戦闘が間もなく始まると宣言したのだ。ウクライナ軍はいつどこを攻めるのだろうか。これはトップシークレットなのでもちろん正確に知ることはできない。だがウクライナがロシアに勝利するためには何をしなければならないかはある程度わかる。ここでは2014年から2017年まで米軍中央州軍司令官を務めたベン・ホッジス氏の見解を紹介する。同氏は4月19日ドイツの国際放送ドイチェ・ヴェレ DW のインタビューに答え、ウクライナが取るべき戦略について語っていた。まずいつ反転攻勢は始まるのか。ホッジス氏は1、2ヶ月後と答えた。つまり5月半ばから6月半ばということだろう。ウクライナ軍はどこを攻めるのだろうか。ホッジス氏はクリミアが一番重要だとしている。なぜか。ホッジス氏は以下のように解説した。クリミアがロシアに占領されている間ウクライナは安全にはならない。ロシアはいつでもウクライナへの侵略を再開できるからだ。だから停戦交渉の結果クリミアがロシアにとどまればロシアはとても有利でいることができる。セバストポリの黒海艦隊から空爆も補給も行われている。安全保障の観点からウクライナはクリミアを奪還しなければならない。ウクライナの経済は穀物の輸出で成り立っている。現状ロシア黒海艦隊はいつでもウクライナの穀物輸出を止めることができる。それでウクライナはロシアの許可がなければ穀物を輸出できない状態だ。だからクリミアなしでもウクライナは停戦を受け入れると考えるのはおかしなことだ。ではどうすればクリミアを奪還することができるのか。重要なことはクリミアを孤立させることだ。そのためにはまずロシア本土とクリミアをつなぐ陸路を使えなくする必要がある。ロシア本土とクリミアはルガンスク州、ドネツク州、ザポリージャ州、ヘルソン州経由でつながっている。プーチンは昨年9月この4州の併合を宣言し陸路を確保した。だからウクライナ軍はまずこの陸路を分断するための戦いをする必要がある。そして次にクリミアの軍事施設を破壊して使用不能にする。ホッジス氏は言う。クリミアを奪還するためにはまずクリミアを孤立させなければならない。その後高精度の長距離砲を使う。セバストポリの軍港、クリミアの先空軍基地、ジャンコエ兵站センターやその他の軍事施設を破壊して使用不能にする。残るクリミアとロシア本土のつながりはクリミア大橋だけになる。クリミア大橋はどうするのだろうか。クリミア大橋は脱出したいロシア人が逃げられるようにしばらく残されるだろう。しかし最終的には破壊される。ロシア人、ロシア軍に逃げ道を残しておくのはいいアイディアだろう。逃げ道のない背水の陣では激しい抵抗に遭うかもしれない。しかし逃げ道があれば競って逃げ出す可能性が高くなる。
プーチンは本当に戦術核を使うのか。2000年から2008年まで、つまりプーチンの1期目2期目、ロシアは年平均 7% の経済成長を続けていた。原油価格が上昇し続けていたからだ。1998年、1バレル10ドルだった原油価格は、2008年夏には140ドル台まで高騰していた。つまり、10年で価格は14倍化したのだ。